Guten Tag, grüß Gott, hallo zusammen, お疲れです。今日はエッセンという町にあるフレッシュパラディスというところに来ています。こちらは実はもともとは店舗内がマーク市場だったようなところが大型の店舗になったような感じのところです。各地から新鮮なものを取り寄せたものがギュッと集まっているようなお店なんですね。こちらのお店なんですが、中で快適にお買い物ができるのが特徴で、新鮮な素材だけではなくてよりすぐりの調味料なども置いてあったりしますので、店内見てて飽きない状況です。みんなに人気のエチリバターなんかも購入可能ですよ。特にここでおすすめなのが魚介類になります。新鮮な魚介類を手に入れることができるんですね。今日も取れたてのエビが生でそのまま店頭に並んでいたり、ホタテなんかもありました。新鮮な魚介類を食べたいなと思う場合には、こちらのフレッシュパラディスはとてもおすすめです。さらにお肉好きの方には各種のドライエイジドビーフが揃っているんですね。特にドイツ産のドライエイジドビーフは手頃な価格で購入することができたりするのがメリットです。牛肉だけではなくて豚肉なんかもかなり手頃なお値段で購入ができるんですね。さまざまな種類があり、豚のフィレ肉などもお手頃価格でおすすめです。そして陳列されているワインについては、このシーズンにおすすめのワインのセレクトなんかもあったりしますので、シーズンに合わせてまた食材に合わせてワインを楽しんでみたいなという方にはおすすめです。とにかく食材も調味料も新鮮なお野菜たちなんかもヨーロッパ中からよりすぐりのものを取り寄せて集めているという雰囲気です。ちなみに今日は隣に隣接しているビストロの方で生牡蠣、オイスター、そしてホタテとエビのニンニク炒めを頼んでみました。ついてくるソースなんですが、サフラン風味のだし汁のソースといった感じです。本当にフレッシュなホタテが弾力性があってとっても美味しいです。このサフランソース合います。こちらのフレッシュなオイスターの方は夜中に届いたそうです。よく皆さんからはドイツで魚食べられるの、特に生食べられるのというふうに聞かれることが多いのですが、こちらのエッセンのお店ではとっても新鮮な魚介をいただくことができますし、購入して自宅で調理することもできます。いただきます。ものすごく新鮮で、生牡蠣の香りたっぷりで美味しいです。ふくふくとした甘い味がして白ワインにぴったりです。ドイツの場合には魚介類が北海北の方から届いたり、スペインやイタリアなどの地中海の方から届いたり、ギリシャの方から届いたり、南の方から、あるいは北の方から魚介類が届くんですね。ドイツでお魚食べられるのと思っている方、ドイツでも十分に美味しい生牡蠣を食べることができるんですよ。こちらのメニューで一つ魅力的なメニューがあります。こちらの一番下のメニューになるんですが、これは店内のお魚コーナーやお肉コーナーで注文したお魚やお肉をビストロの方に持ってきて調理してもらうという仕組みなんですね。プラス12ユーロのバイラーグン、サイドディッシュをつけて注文することが可能になっています。具体的に言うと、例えばお魚コーナーで10ユーロのお魚を買ったとしたら、このサイドディッシュ12ユーロがプラスされて22ユーロということで注文することができます。魅力的なお魚があったら、あ、これビストロに頼んで注文してみようということで、このビストロで調理をしてもらって食べることができます。魚好きの方、もし立ち寄れることがある場合には、このエッセンのフレッシュパラディス、ぜひ訪れてみてください。それではまたぜひこういったお役立ち情報をご紹介していきたいと思いますので、楽しみにしていてください。それではまた次回お会いしましょう。ビスパルト、チューズ。皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。また次回お会いしましょう。ビスパルト、チューズ。